皆さんこんにちは、クラントリオンチャンネルバーチャル DTM アノリオンです。このチャンネルでも何度も取り上げているメーカー WA プロダクションからコスパ最強シンセバビロン2がついに新発売。そして先着500名様のみ、イントロセールで 90% オフ。通常価格約1万5000円のところ約1500円で購入していただけます。やばすぎる。先着501人目から2000人の方は約3000円、先着2001人目から4000人の方は約4500円と、早く購入した方がお得な割引率で購入できるキャンペーンとなっていますので、とにかく早めに概要欄からセール会場へ直行してください。また初代バビロンをお持ちの方は無条件で1500円のみでアップグレード可能となっております。豊富な機能と直感的なインターフェースを兼ね備え、数多くの新機能が追加されつつ、シンプルな作り、そして何よりこの導入しやすい値段で初心者の方におすすめのウェーブテーブルシンセバビロン2。今回は購入方法、その使い方と魅力に迫っていきたいと思います。概要欄記載の URL をクリックするとこのような画面が表示されます。この時点で WA プロダクションのアカウントをお持ちでない方は、画面右上のサインアップからクリエイトニューアカウントをクリックして作成しておいてください。画面真ん中の Buy Now をクリック後に、画面右上のカートを選択してください。チェックアウトを選択後、規約に同意にチェックを入れてコンファームオーダーを選択、次へ進むを押して支払いを完了させましょう。その後ご自身のアカウントを見てみると、きたービューオーダーをクリックして、まずバビロン2をパソコンにダウンロード&インストールしましょう。ダウ上でバビロン2を開いて、左上のアイコンをクリックするとユーザー認証コードを入れる画面に移ります。 WA プロダクションのアカウントページからバビロン2のビュープロダクトキーをクリックし、ここに表示されているコードをコピー&ペーストすれば認証完了です。以上がバビロン2のダウンロード・インストール方法でした。それではバビロン2の使い方を説明していきます。購入したその日からすぐに使える即戦力のプリセットサウンドが最初から数多く収録されており、画面上部から選択、もしくは画面左側のプリセットフォルダを開くと、その下にフォルダ内のプリセットが一覧で表示されます。このあたりはかなり見やすく、選びやすくなりましたね。音を発信するオシレーターは3つ搭載されており、膨大な数の様々な波形が搭載されています。シングルではシンプルなサイン、トライアングル、ソーなどはもちろん、ボイス系、オルガン、エレピ系などを搭載。マルチには数多くのウェーブテーブルが用意されています。立体的な波形になっているわけですね。こちらのウェーブでポジションを調整することで、立体的な波形のどの部分で音を鳴らすかを選ぶことができるわけですね。ピッチで各オシレーターの音程の高さを調整。こちらでパンを左右に振ったり、ボリュームをコントロールできます。そしてボイスで音を重ねたり、デチューンで音に揺らぎを加えたり、スプレッドで音を左右に広げることが可能です。これらをそれぞれのオシレーターで行うことができて、組み合わせて音作りが可能です。
そしてこちらでは数多くのフィルターをかけることができ、ノイズもいわゆるホワイトノイズから変わったものまで様々な種類が搭載されています。エフェクトもディストーション、リバーブ、ディレイをはじめ基本的なものは全て揃っており、かなり自由に音作りが行えると思います。全てを1ページで行えるという点もいいですよね。そして画面下部ではアルペジオの作成も可能となっています。例えばコードを押さえた状態でアップにすると、押さえている構成音を上昇していき、ダウンにすると加工、アップダウンとダウンアップは上昇と加工を繰り返します。もちろん単音でも使用可能で、ノートの長さや音程、ベロシティも細かく調整することができます。またこちらをクリックするとランダムでアルペジオを生成することができます。これが結構汎用性高く、ベースラインやトップメロディの裏で使えるバリエーションが簡単に作れちゃいます。これらのアルペジオは保存したり、保存したものを呼び出すことも可能です。もちろん使いやすいアルペジオのプリセットも収録されています。当然100人の DTMer がいれば100人全員が絶対に気に入るというわけではないと思いますが、そもそも100人中100人全員が気に入るなんて製品はどんな有名な製品でも存在しないと思いますし、1500円という値段を考えればとりあえず導入しておいてまず損はしない内容です。最後にデモサウンドをチェックしてみましょう。この価格でこのサウンドが出せます。気軽にご自身の武器を増やしたい人はこの機会にチェックしてください。このチャンネルではこれから DTM を始めようと思っている方や興味のある方、 DTM を始めたばかりの作曲初心者の方に向けた情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録をしていろいろな動画を見てみてください。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。